はい、野間崎です。今日はですね、銀河ヒッチハイクガイドという、まあ、超人気 SF シリーズの話をしたいんですけど、まあもうめちゃくちゃ人気で、まあ、1970年代の終わりに、まあ、ラジオドラマとしてね始まって、ですぐにそれが、小説になって、それからテレビドラマになって、で最終的に映画になるっていう、感じで、ずっと人気なんですけど、まあ、小説版これですね、全5冊あって、まあ、よく言う全5冊の3部作っていう不思議な言い方をするんですけど、まあ、1冊目の銀河ヘッジハイクガイドの始まり、まあ、こう5冊あるんですけど、まあ、ダグラス・アダムスっていう人がねラジオで、脚本を書いて、でそれが大ヒットして、ダグラス・アダムス本人がすぐさま小説にして、でさらにテレビドラマシリーズも手掛けて、で映画化までね、映画化はね作品を見る前に本人は亡くなってしまったんですけど、これをねなぜ今日取り上げようかなと思ったかっていうと、まあ、やたらね現代のハイテク産業の中にこの銀河ヒッチハイクガイドで触れられた断片みたいなものがね取り込まれてるんですよね。なんか今日ハイテク企業とかスタートアップ企業とかの話を聞くと、この銀河ヒッチハイクガイドを前提とした議論みたいなのがなんか進んでて、まあほとんどジョークなんですけどね、70年代 SF の断片が21世紀になんかもう現実化してるみたいなとこがあってね、っていう意味でなんか不思議とアメリカイギリスの理系ヒッピー起業家みたいな人たちの間でもう現代の教養書みたいな感じになってて、っていうので読まねばならないみたいな雰囲気がねなんかあるんですよね。っていうので取り上げようかなと思って、まあ一つには例えばイーロン・マスクがねもうこの本の大ファンですけど、まあね彼が手掛けるテスラの機内の中にね Don't Panic っていう文字が表示されてるんですけど、これ Don't Panic っていうのは、まあ、ここに書いてあるんですけどね、はい、Don't Panic って書いてあるんです。イーロン・マスクが宇宙船の中にこれを入れたと、とかまあ上げるとキリないですけどね、まあ、Google のね検索画面に人生宇宙その他全てのものの答えって検索すると、まあ電卓が出てきて42っていう数字が出てくるんですね。これは不思議なことですけど、まあ、これはこの小説の中に出てくる、まあ一つの下りがあって、まあ、そこで人生宇宙その他全てのものの答えっていうね下りが出てくるんですね。それが42であると、まあ、これはねもう超有名なジョークで、20世紀史上最も素晴らしいジョークと、言われてるぐらい素晴らしいジョークなんですね。まあ、Google と一緒でね、iPhone の中に入ってる Siri も同じなんですね。 Siri に、人生、宇宙その他全てのものの答えは何ですかって聞くと、まあ、42と答えるとっていう感じになってるんですね。このようにその21世紀の我々は銀河ヒッチハイクガイドで提示されたジョークの断片の中に生きているっていうとね、言い過ぎなんですけど完全に、ジョークですこの本は、もういかにもイギリス流のジョークに満ち溢れた SF 作品なんですね。まあ分かりやすく言うとモンティパイソンの宇宙版みたいな感じなんですけど、まあそれからこの小説の中に出てくるマーヴィンっていうねロボットが出てくるんですけど、そのロボットはパラノイドアンドロイドって言われてて、まあうつ病のロボットなんですけどね、まあ、これはレディオヘッドのパラノイドアンドロイドっていう歌になってますけど、まあ、このチャンネルでもね何回か話してるリチャード・ドーキンスっていう、なんていうんですかね進化生物学者のリチャード・ドーキンスっていう人がいますけど、まあ、彼がこの銀河ヒッチハイクガイドの大ファン でこのダグラス・アダムス本人にファンレターを送って、でその後めちゃくちゃ仲良くなって親友になってみたいなねっていう感じでね、世界に影響を与え続けている人たちの中に銀河ヒッチハイクガイドのとんでもないファンがいっぱいいて、まあだからその現代の21世紀的ガーファ的世界観の聖書みたいな感じですね、っていうところがありまして、まあそういうところでね、この本を紹介したいなと思ったわけですけど、まあ、銀河ヒッチハイクガイドっていうシリーズですね、もともと BBC のラジオシリーズでね、1978年ぐらいかなに始まって、ですごく反響が良くて、その脚本書いたダグラス・アダムスがすぐに翌年に小説にしたんですね。それがこの銀河ヒッチハイクガイドっていう小説ですけど、ドラマのねスクリプトもすごい評価高いし、でこの小説もすごく評価高いですねっていう感じで小説のシリーズが同時並行的にスタートしていくんですけど、まず銀河ヒッチハイクガイドがあって、その後宇宙のレス宇宙の果てのレストランですね。
で宇宙クリケット大戦争、まあこれは現代ちょっと違って、Life, the Universe and Everything っていうね、まあその Google の検索でも出てくる有名なジョークですけど、さようなら今まで魚をありがとう、これも有名な、まあ、ジョークというかセリフですね、でほとんど無害っていうね、この5冊を、3部作と読んでるんですね。まあ不思議な言い方ですけど全5冊の3部作と言われてて、まあこの最初のね3つ「銀河ヒッチハイクガイル」と「宇宙の果てのレストラン」と「宇宙クリケット大戦争」、この3つがまあ3部作ですね。でその後にこの2つの、まあおまけみたいな2作品がくっついて、この全5冊という感じになってるんですけど、まあ、ストーリーも簡単にお話しすると、まあ、最初に地球が破滅するんですね。もう始まって数ページで地球が破滅します。でそこから物語が始まるんですけど、まあ、なんで地球が破滅するかっていうと、宇宙でねバイパスを建設するから、まあ、それでバイパスの邪魔になるからっていうんで、地球を破壊することになったんですけど、まあ、それで地球が破壊されて、人類は滅亡したというところから始まるんですけど、まあ、たまたまある一人の地球人が、助けられて、地球は消滅したけど宇宙の中に放り出されたっていうね。でその後その主人公は、まあ、広大な宇宙の中にほっぽり出されて、ヒッチハイクをしていくと、惑星間ヒッチハイクをしていくっていう話なんですね。でそのヒッチハイクをするときに、助けになるのが、銀河ヒッチハイクガイロというガイド本なんですね。まあ、ガイド本つっても iPad みたいな感じで電子辞書みたいな感じですかね。それでもう膨大なこの宇宙についてのあらゆることが書かれてある銀河ヒッチハイクガイドという、まあ、ヒッチハイカーのためのガイド本なんですけど、まあ、それを手にしてそれに助けられながら宇宙間を旅していくっていう話ですね。まあ、Google の検索にも出てくるね、答えが42であるっていうのは、まあ、これはね20世紀で最も素晴らしいジョークと言われてるぐらいなんで知られてるかなと、銀河ヒッチハイクガイドって検索するともうその42っていうのがもう最初に出てくるんで、まあ、知りたくない方はねちょっと動画見るのやめておいてほしいですけど、まあ、そのぐらいは言ってもいいかなと思って、まあ、宇宙のある場所でねスーパーコンピューターを作るんですね。スーパーコンピューターって言ってもまあとんでもないスーパーなコンピューターなんですけど、もうねこの全宇宙の技術を全て組み合わせてもう詰め込みに詰め込んだもうとんでもない頭のいいコンピューターが出来上がるんですけど、まあ、そのコンピューターに対して人生、宇宙、その他全てのものに対する答えとっていうものを質問するんですね。まあ長年の人々の疑問ですよね。人生の答えはこの宇宙とは何か、全てのものは何なのかっていう質問をコンピューターにするんですね。するとこのコンピューターがその質問は難しい質問だから、答えの計算に時間かかると、で750万年間ぐらいかかるから750万年後に、もう一度来てくださいと言われて、まあ、750万年間待つんですね。で750万年後に、その答えを、聞きに行ったところそのコンピューターが42だと、っていう答えを言うんですね。まあ、人生の答えは42だと、宇宙というものの答えも42だと、その他全てのものの答えは42だと、まあ、これが有名なジョークですね。まあ、何の意味もないナンセンスのジョークですけどね。まあ、このジョークには続きがあって、42という答えは意味が分かんないじゃないですか。ただスーパーコンピューターが言うには、いや分かってないのはあなたたちだと、そのまずその質問の意味自体はあなたたちは分かってないと、人生、宇宙、その他全てのものの答えは何ですかという質問自体が人類は 理解してないとっていうことを指摘されるんですね。なのでまあ答えは42だっていうのははっきりしてるけど、その質問の意味をちゃんと理解しようってするためにさらなる巨大なコンピューターを建設するんですね。その巨大なコンピューターっていうのが何かっていうのは、まあ、言わないでおきますけど、まあ、そっからその巨大なコンピューターをめぐる物語になるんですね。だからこの銀河ヒッチハイクガイドという物語はその人生、宇宙、その他全てのものの答えは42であると、まあ、その42という答えに行き着くための質問に関する物語という感じですね。なのでものすごくでかい話なんですね。壮大で、まあ、哲学的な話というか、ただその根底に
やっぱりそのナンセンスというか結局意味がないような答えが用意されてたりするんですね。でそれがもうめちゃくちゃ痛快ですね、読んでてなんかスカッとするというかね。あのページをね開いてこう読んでってほしいんですけど、まあ、もう数ページ読むとね、あもうこんな文章かっていうの分かると思いますね。もう本当に皮肉の効いた、ブラックジョークの集合体みたいな感じなんで、まあ、この小説がすごい影響を与えた点っていうのは単にこのジョークが面白かったっていうだけじゃなくて、そのジョークで形成された SF の世界観が素晴らしかったんですね。まあ、これはねこの宇宙っていうものが果てしなくわけが分からなさすぎるというか、あまりにもでかくてあまりにも謎だらけで、まあね、例えばこの21世紀に解き明かされてった、まあ、アインシュタインをはじめとするなんていうかこの物理学の変遷って何それっていうような答えがあまりにも多かったですよね。この時間の可変性とか、高速で移動して帰ってきたらもう地球では何十年も経ってるけど宇宙飛行士にとって5分間の出来事だったとかね、これ 何それっていうのはもう不思議な、もう理解できないようなもうことの連続じゃないですか、宇宙っていうものは。それがねこのダグラス・アダムスの描く、まあ、高等無形でブラックジョークの効いたえぐいぐらいスケールがでかいんですね。それがなんていうかこうまとえてるような感覚がするんですね。まあ、宇宙の真理っていうものはこのぐらい人類にとって理解できないようなものだろうみたいな、まあ、半ば諦めが多分あるんでしょうね、読み手の中に。まあ、こんぐらい高等無形でナンセンスな方が逆にしっくりくるというかね。ということで、まあ、ペーパルギャングや、シリコンバレーの人たちがこれを聖書のように崇めて、愛読しているという感じでね、もう現代の教養書みたいな感じになりつつある SF 作品っていう感じですね。まあレディオヘッドが出したねパラノイドアンドロイドっていう曲はこの中に出てくるマービンっていう鬱になったロボットのことですけど、まあ、マービンっていうロボットはもう惑星規模のとんでもない知能を持っためちゃくちゃ頭いいロボットなんですね。まあ、人工知能ですね。で頭があまりにも良すぎて、良すぎるが上に全てを悟ってしまって、もう重度のうつ症状になってるんですね。でもう何をするのも嫌気がさしてるような、まあ、ちょっと目を離すと頭を地面にめり込ませて座ってたりするんですね。でマービン何してるのって聞いたら、こうすると惨めな気分を味わえるんですって答えるんですね。まあそんぐらい病んでるんですけど、 I think you ought to know I'm feeling very depressed. Well, we have something that should take your mind off things. It won't work. I have an exceptionally large mind. Yeah, we know, but We need you to go down to the number 2 entry bay and pick up our stowaways and bring them up here. Just that? I won't enjoy it. Yeah, well, that's life. Life? Don't talk to me about life. まあそういう描写とかね、まあこの中に出てくる42という有名なジョークだけじゃなくて、他にもめちゃくちゃ有名でもう伝説のように語られているジョークっていうのがいくつもあって、まあ、例えばこのさよなら今まで魚をありがとうっていうものとかね。でこれ後に映画化されて、もう映画もすごく人気を博して、まあ、ラジオ版もこの小説版もテレビシリーズも映画も、まあ、基本的には全部一緒で、もう饒舌な語りのナレーションが、全体を占めているというか、イギリス独特のね、イギリスのまあ気取ったような喋り方で、鼻につく喋り方で、それがかっこいいんですよね。まあより笑えるというか、まあ、映画版はねこれ構成ちょっと特殊なところが、この今までさようなら今まで魚をありがとうっていうね、まあこれはイルカのセリフなんですけど、この第4巻で出てくるイルカのセリフが、から始まります、映画は。これがねもうミュージカルになってね、イルカたちのミュージカルで始まるんですけど、これはもうめちゃくちゃ素晴らしいオープニングですね。急にミュージカルが始まったと思ったらね、イルカたちが歌って踊ってそのまま地球から脱出するんですけど、イルカは、なぜ地球から脱出するかというと、地球が破壊されることを知っているのはイルカだけだからという、設定なんですけどね。まあちなみにこの42という答えに対する質問の意味ですね、を人類で最もよく理解しているのはボブ・ディランではないかという、下りが出てくるんですけどね。これシリにも同じようなことがあって、シリに人生と宇宙そして全てのものの
答えは何ですかって聞くと42って答える時もあるんですけど、他の答えを答える時もあるんですね。その答えのうちの一つに答えは風の中にあるさっていうボブ・ディランのね、言葉を引用する時があるんですけど、まあ、これが、この物語に大きく関わってきますね。まあ、そんな大きくは関わってこないですけど、まあ一つのジョークとして関わってきますという感じで、ダグラス・アダムスのカルト的人気を誇る、まあ、ある意味現代のハイテク産業を支えている聖書みたいな感じで扱われている伝説的な作品についてご紹介しました。以上です。ありがとうございました。